皆さんこんにちは本日はお忙しい中 L-ACTIVE FESTIVAL 2022にご来場いただきまして誠にありがとうございますただいまより Powered by Trimph It's personal キレ事より私事自分軸で生きる福田萌子のポジティブマインドの作り方を開催いたします私は本日の司会進行を務めさせていただきます フリーアナウンサーの北川らしおと申しますどうぞよろしくお願いいたしますさてそれではこれより本プログラムについてご説明いたします外に出るときは身だしなみを整えて外に見せる自分がいる家にいるときは人の目は気にせずリラックスしている家にいる自分がいる どちらかが本当の自分ということではなく、どちらも自分自身でどちらも正解。社会通念に振り回されず、私らしさを見極めれば、毎日がもっと自由で楽しくなる、のコンセプトのもと、トークショーをお送りいたします。会の最後には質疑応答のお時間も設けております。なお、すべてのご質問にはお答えできない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。 それではモデルスポーツトラベラーとしてご活躍中の福田萌子さんそしてエルガールユニの一之瀬名さんにご登場いただきましょうどうぞお越しください皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください <music> こんにちはようこそお越しくださいましたそれではどうぞおかけください それではお二人の簡単なプロフィールを私の方からご説明させていただきますまずモデルそしてスポーツトラベラーの福田萌子さん1987年6月26日にお生まれになりました12歳からファッションショーや CM に出演するなど多方面で活躍をしていらっしゃる沖縄県出身のモデルでいらっしゃいます今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそして エルガーリユニの一ノ瀬銘さん1997年京都府でお生まれになりました右前腕の欠損を先天的にお持ちでいらっしゃいます1歳半から水泳を始め史上最年少13歳でアジア単会に進出しました2016年リオデジャネイロパラリンピックでは8種目に出場し現在も7種目の日本記録を保持していらっしゃいます そして現役引退後は、障害やヴィーガンに関する情報を積極的に共有し、自分や社会、地球にとって心地の良い生き方を体現、発信していらっしゃいます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、これよりお二人のトークショーがスタートです。どうぞお楽しみください。 では萌子さん皆さん今日はどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、今日進行役を務めさせていただきます改めて市野瀬銘と申しますどうぞよろしくお願いします、えー、今回のテーマ It's p e r s o n a 綺麗事より私事自分軸で生きる福田萌子さんのポジティブマインドの作り方ということで早速福田さんにお話を伺っていきたいというふうに思います、はいえー、今回は五つのトークテーマ えー、全部言っていきますね丸1、えー、自分らしい人生を選択するには二、えー、ポジティブマインドの作り方三、ボディメイクがマインドを変えるは本当で丸4、えー、ご妊娠されてそれによる気持ちの変化があるかなど。 お伺いいいいしていきたいと思いますそして最後「丸五はオンオフの切り替え方について、えー、お話を伺いながらいろいろ一緒にあのセッションを進めていければと思います。では、えー、早速最初のトークテーマ「一。 自分らしい人生を選択するにはっていうことなんですけれども、はいえー、バチロレットでの最後の選択あの、うん、すごい話題になったとも思うんですけどその。であったりとか、えー、事実婚。 の選択であったりとかこう常に人がどう思うかではなくてこう自分の選択を常に尊重されておられる萌子さんなんですけれどもそのぶれない意志の強さはどこかから来てるんですかねぶれない意志というか、まあ、そのバチェロ・レッテの最後に関しましてはその自分の人生じゃないですか。あそこで最後の 一人にローズを渡すということはそこでキスをしてまあ、前提ではこの人と生涯を共にするという前提でお付き合いを始めなければいけないっていうことがあってじゃあ皆さん好きじゃない人とキスしてくださいって言われてしますかっていうところですよね <laughs> 普通に考えてたらあ、私はこの人に対して愛情は持っているけどその愛情のなんだろう あのカテゴリーはどこにあるんだろう情愛情といってもいいろんなな愛があるわけじゃないですか友達に対する愛もあるし家族に対する愛もあるし恋人に向ける愛もあってそこをちゃんと自分の中で常に自問自答をして私のこの感情はどこにあるんだろうって読み解いているからこそあ私はこうなんだなっていうぶれないシーンができるのかなというふうに思います。 なるほどじゃあなんかその常に自分と対話しておられるっていうことなんですかね、うん、そうですね自分のことを一番にわかるのは私じゃないですか自分って一番近くにいる他人だと思うんですよでこの人を理解できるのって自分でしかないですよねそうじゃない第三者が私のことを私以上に理解することはないですしだけど こんなふうに思うんだ私ってとか何か例えばあのねレースとかであれ自分ではコントロールマインドコントロールしてるはずだったのにいざその場に行ったらあれ小動画とかいろいろその場になってみなきゃ分からないことってありますすよねね、そうですねなんかこの自分の選択を大事にするっていうテーマにおいて私すごいそれこそあの水泳人生を通して、うん。 学んだことが一つあって、よかったらシェアしたいんですけど、なんか、私は、あの今の萌子さんみたいに、なんか、ずっと、そうやって自分の選択を大事にしてこれたかっていうと、そうではなくて、あの十三歳から日本代表でずっと、あの水泳をしてきたんですけど、十九歳の、あの二千十六年に、ずっと夢だった。リオデジャネイロパラリンピックに初めて、やっと参加できたんですね。で、でも、その頃の私は、もう、なんか。 周りの人が何を期待してるかなとかこういうふうに練習しないとコーチに怒られるなとか結構こう周りのことを気にしてしまっていてあとはなんかインタビューでもこういうふうに答えたらみんなどういうふうに受け取るかなとかすごい周りの意見を気にしてるすごいある意味他人軸だったなって思うんですけどなんかそれがあこのままだとダメだって思ったのがリオデジャネイロの本番で。 あのレースの前にスタート台に立った時になんんか悟ったんですよあの今までこんなに周りの人のことを気にしてたのにこののレース泳ぐの私やんんっって思ったんですめっちゃ当たり前なことかもしれないけど誰も代わりに泳いでくれないしこのレースの結果がどうであれ責任を取るのは全部私やって思った時にあなんか人生も一緒やなと思ったんですよ。 でなんかそこですごい佐藤って今までこんなに周りの人のことを気にしていたけどなんかもっと自分に目を向けて自分がどうしたいかとか自分が何で水泳をするかとかそうやってちゃんと自分との対話を重ねていないと最後すごい空っぽなんだなっていうことを感じたんですよね。で,でそこでなんか頭では分かったんですけど。 そこからじゃ,あ実行に移すじゃあ実際毎日の選択の中であの自分の思いを大切にする自分の思いを選択に実行するっていうのにはすごい時間がかかったんですけど最近やっと <laughs> できるようになったなって感じてます。何を、うん、するにも自分のこの責任っていうことが、うん、まさに一ノ瀬さんはアスリートなのでそのレースっていうちょっと 私たちとはねあの日常的にないことかもしれないですけどでもそれって今おっしゃったように人生に置き換えるって何をすするにも自己責任なんですよね私たちの人生を生きてるのは私であって皆さんそれぞれの人生を生きてるのはそれぞれのご自身の人生であってあの人がこれしてくれなかったからこうなったあの時にこう言われたからこうなったっていうのは。 人のせいにするだけで結局そこに降りかかってくるのは自分自身じゃないですか。なので自分で自己責任でその人は私にこういうことを言ったけど結局私はその人の言うことをちゃんとアイディアとして受け止めて実行に移した。もしくはその人はそう言ったけれど私の考えでは違ったから私はこうしなかったって自分ごとに置き換えて。 選択していいいかなななと自己責任はならないんですよねだから多分このレースで競技でいうところでいくとあああの時にあのいろんな人の目を気にしたからこうだったからああだったからっていうふうに考えちゃってそのまま飛び込んだら結果的にいい成績は残せなかったかもしれなくてそれをだってこうやって言われたもんって言っちゃっても結局は競技してるのは。 一之瀬さんですよね。私なんですよ。ランキングに名前載るのも私でしかないんですよね,ね。<laughs> でもなんかそれはそのそうやって自分事として全部責任を自分の選択に責任を持つっていうことはもともとできてたんですかね、うん。あ私？はい。<laughs> ごめんなさい。<laughs> なんかずっとできてたのかそれともそんなことはないと思いますよ。やっぱりあの小さい時って親に依存してるじゃないですか。 ね、あの生まれてからある程度はあの親がいないと生きていけなかったりだとか周りに支えてくれる人がいないとちゃんと生きてこれないのでなのでそういう時にあこうやって言われたからこうした方がいいんだなっていうアイディアはたくさんあるだけどある一定の時にあの気づきますよね親も人間であり絶対的な存在ではないですし。 あの学校の先生も先生と呼んでるけど絶対的な存在ではない間違えることもある病院の先生だってね先生だけど間違えることもあるかもしれない人間だものって思った時に全てはそのたくさんある情報の中から自分が何を選択し自分で何を考えて選んでいったか。 自分で何を選択したかっていうところで決まっていくそこに後悔がないように決断をするっていう風にまあ、自分と向き合っているから私は何が好きなんだろうどうしたいんだろうって常に自分にインタビューをしてきたからそういう風に変わってきたのかなと思います自分にインタビューをしていや面白いですね、うん、なんか私の場合は人にインタビューをしてもらってやっと考えられるようになったなってあそれも一つのツールですよね、うんまあ、確かに そうですね、うん、であのやっぱりねこうやって表に出ることが多いとインタビューしてもらえるからだからあああの時どう考えてたかなって思えると思うんですよ。ただ普通にねインタビューされることってなかなかないじゃないですか生きててそう考えると自分にインタビューしてあげなきゃいけないんですよね。私は何何が好きななんんんんんだだだだろろろろうどううううどししてててこここのお仕事をを選んでいるるぜここに来たんだろう今何を欲してるんだろうって 自分にちゃんとインタビューをして自分が今何を求めているのか何を感じているのかっていうことをちゃんと理解してあげる一番身近にいる他人をちゃんと理解してあげるってことがやっぱり世の中の人には大切なのかなとだから私たちはもしかしたらラッキーかもしれないね。 インタビューってコーチングだったんだなって最近思いました。<laughs> うんうん、いやありがとうございます。じゃ早速次のテーマに行きたいと思うんですけど、あの今のお話を伺っててもすごい前向きだなって感じるんですけど、そんな萌子さんのあのポジティブマインドの。 作り方についてお伺いしていきたいと思います。そのいつでもハッピーオーラに包まれている萌子さんですが、あの今日来てくださってる皆さんの中にはまあ、私も過去にあるんですけど、人と比べて落ち込んじゃったりとか、マイナス思考に陥ってしまう人もあのいらっしゃると思います。で、そんな方に向けて自分の魅力を引き出して自分らしくいられるためのヒント。うん、なんか実際にできる tips。 実際になんか頭でポジティブでいた方がいいなって思ってる人って多分ほとんどだと思うんですね、だけど頭で分かってるのとやっぱり実際、行動に移すのって全然違うなって私も実感していて、うん、なんか誰でも簡単に取り入れられるティップスなどがあれば是非お聞きししたいんででですすけどどうでしょうそうょそね皆さん、ポジティブですか自分がポジティブな方だと思う人。 半分くららいかしらちょっとネガティブ的気味かなって方あそのネガティブっていうところは何か物事があったときにリスクを考えてしまう方ですかそれともいや私なんてとか自分を卑下してしまう方ですか多分ネガティブにもいろんな部類があっていやこれをしたらこういう結果になるかもしれないなもしかしたらって。 例えば転職する時とかあのどちらを取るかで悩むじゃないですかでもちろんメリットデメリットを考えてそのデメリットを考えるからってネガティブなわけじゃないですよねそれは先を見越してポジティブなわけでただ何にもなく漠然と、うん、全てを否定するっていうことはネガティブただのネガティブになるかもしれないんですよね。そうなった時に、 もうともと何かを否定するとかそういうネガティブな要素を持っているのだからそこを真逆に変えればいいだけだと私は思うんですよ。というとというとう <laughs> 何でも全部そうよ。あの例えば例えば何でしょうね口にするものもそうですし喋ることもそうですしこの 時間の使い方もそうですし最初にネガティブに思っていたものを逆転する、うん、今ね考えたんだけどネガティブな発例えばあ分かったあのー、今日女性が多いからねあのやっぱり食べ物とか気にするじゃないですかお菓子食べたいって思うでしょ甘いものって。 あこれを食べたらあの太っちゃうかもしれないだけど食べようかなこうしようかなあこれだけ食べちゃったチョコレート 12, 12個あるうちの6個食べちゃったでこれってちょっとネガティブでしょ考え方がマイナスの方でしょだけどあれ12個あるうちの半分残したよって考えたらポジティブじゃない 個しかか食べなかったすごい私半分も残したっていうのはポジティブじゃない、はい、だからここの変換ですよね <laughs>、うん、だから食べたらあ食べてしまったの罪悪感じゃなくてあ食べたらプラスになるだってそうじゃないですかカロリーを摂取してるんだから体を作ってくれることでなので、ね、これはプラスですよね食べたもの全部プラスになるじゃあそこで太らないようにしたいなとかもうちょっとシェイプしたいなって思ったら じゃあもっとプラスのことをすればいいだけで走ってみるとか筋トレしてみるとか何でもいいです泳いでみるとか何でもいいやってみるプラスプラスプラスで考えていくとポジティブになるんじゃないかなと思いますだからないものに目を向けるのではなくてあるものに目を向けていく私はここがなくてこうでああでこうでって考えるよりも私にはおかみがある見える目がある眉毛がある 話せる口があるもうあるものたくさんじゃないですかそのあるものを使ってどういう風に生きていこうかこの世の中には事実しかないと思ってるんですねその事実を楽しむか楽しまないかも自分次第よくねあの昔19歳ぐらいの時かなスポーツジムにすっごい通ってたんですよね <laughs> その時にあのスタジオレッスンとかすごい出てたの そうするるとインストラクターさんっっていっぱいいいぱじゃなもちろんインストラクターさんの上手とちょっとこうまだ新米さんかなみたいな方たちがいらっしゃってそこで「えー、なんだ今日のインストラクターさんは始めたばっかりの人だから全然レッスン楽しくなかった全然だからできなかった」で、これってさっき1つ目の,あの相手軸ですよね相手がしてくれなかったから私はできなかった。プラス ネガティブに考えてますよねそれを自分軸で考えてポジティブに変換すると相手がどうであれそこのレッスンっていうのは同じ時間であってそれを楽しむか楽しまないかは自分次第あの人は関係ないだから私はこの自分の時間を1時間の時間を存分に楽しんでトレーニングをしようこれ自分軸ですよね。プラスあ新米の人だだったからだからら 動き方が初心者だなって初心者ってことは私と近いじゃんいつものすごいトレーナーさんたちよりも動きが近いはずだからもうちょっと真似するところが見えてくるはずこれもポジティブですよねだからこの変換作業何でもこの物事に対してあのちょっとネガティブなその <laughs>。 例えがあまり出てこないんだけどそうやって考えた時に全てをポジティブにあこれでよかったなってよかったよかったなこうした方がいいなっていうプラスの方に考えるとポジティブに。 ななななっていいくんじゃかまあこれもトレーニングで癖なので癖のね思考もやっぱり自分のルーティーンがあるので、うん、それは体を鍛えるのと同じでやっぱり心も何回も何回も気づいた時に立ち止まって、うん、そういう考え方の転換をするっていうことが、うん、あのポジティブマインドにこう転換していける鍵なのかなと思うんですけど、うん、なんか今もお話聞いていて。あの 2つなんかティップスがあったなと思ってて1つはないものに目を向けるんじゃなくてあるものに目を向けるできなかったことじゃなくてできたことに目を向けるっていうのがあの誰でも今からスタートできることだなって感じましたしあとは他人軸じゃなくて自分他人がどうであれ自分がどうするかなんかそれはその コントロールできないものに目を向けるんじゃなくて、うん、コントロールできるものにフォーカスしてエネルギーを注ぐっていうことなのかなと受け取りましたありがとうございますでは3つ目のトークテーマもうあっという間ですねもう3つ目にいきたいと思いますえ3つ目ボディメイクがマインドを変えるっていうのは本当 っていうテーマです、えー、萌子さんの人生のテーマの一つに運動があると思うんですけれども実際に運動によって思考が変わったっていうエピソードがあれば教えていただきたいです。うんはい、これはもう変わりますよね、うんはい、<laughs> だって心と体はつながってるからもちろんだって一ノ瀬さんはアスリートだからそこでつながりをもっと感じると思うんですけど、はい、私でも感じます。 あのー、12歳から、ね、モデルのお仕事をしていたのでお外であんまり遊ばなかったんですよ。あの時のモデルさんって、まあ、小モデルなんですけどよく、あのー、昔で言うとパリコレクションみたいな感じで歩いててあの時パリコレって呼んでたね。もう日本人は 色が白くて細くてて細黒髪ロングでみたいな時代だったんですよねだからお外で遊ぶことはしなかったですし運動すると筋肉がついてしまうから、まあ、それも失礼な話ですよね、はい、ちょっと運動したぐらいで筋肉がつくって思ってたっていうのがね <laughs> どれだけ皆さん頑張って筋肉つけてるかって話ですけど大変です <laughs> <laughs> だからもう運動はしないあのしちゃいけないが正しいかなだったんですよ。 でそうなった時にやっぱりこう体を使って生きているので私たちなんだかすごくモヤモヤするというか、あのー、することが少ないですよねお外で遊ぶこともできない体を動かすこともできないってすると一日の中でじゃあ何をする朝起きて身支度を整えてお勉強して。 <laughs> ご,ご飯食べてとかそこであの自分の内側に入れていくものばっかりで外に発散する汗をかくっていうことをしないとやっぱりあの気持ちもどん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 こう内側になってきてしまうんですよねだから外に向けて何かを発信する発信っていうのは体でですよ体で汗をかいて外に発信するっていうことをしないとなんだかすごくモヤモヤしてた時期があって。 それで19歳の時にジムに通ったりだとかだん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 ん運動をこ,うこれぐらいだったらいいんじゃないかなとかモデル事務所のこの顔色を伺いながら室内だったらジムの中だったら日に明けないしいいかなとかいろいろやってたんですよねでそうするとすごくスッキリすることに気づいたんです外に出ずにスタジオレッスンに出てるだけでも汗をうわってかいた時にあ、なんか大学でいろいろもやもやあったけど 汗かいたたらももううどうでもよくなってたみたいなことが結構あってそれからだん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 運動するっていうことがまあ私の中でのなんだろう自分を整えることになってでお外を走るとやっぱり心地がいいしってでももちろんたくさん,あのなんだう合う合わないがあるのでたくさんスポーツしてみたんですけど今結局続いてるのは。 走ることとととラランニンニグとロードバイクとあとピラティスだけですねでもその時ってもう十何種類ぐらいの運動をしてみたんですよ。でそれであれ結局私ジムの中で太陽を浴びないところで筋トレするのそんなに好きじゃないなとか <laughs> やっぱり運動と一言に言ってもたくさんあるのでそうしていくことによってだん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 自分が何が好きか何が向いてるのかも分かるようになってきたしそうすると体を使って 生きてるのであ私の体ってこうやって動くんだとか、うん、体の使い方と思考ってねつな、うん、がるじゃないですかす、ねうん、それを感じられるようになったっていうことがすごく大きな変化だったかなと思います確かになんかそういったことを私はもうずっとスポーツをしていたから、うん、去年引退して、うん 初めてて運動っていうもの今もえこさんが言ってくださったことも私もすごい感じているしあと一つすごい感じたのはさっきあの言ってくださった「自分っていうのは一番近くにいる他人でもある」っていう言葉があったと思うんですけどうん,、うん、なんか私もなんかそれと似ていてその運動をすることによって私の場合は 自分の好きなな体になるなんか自分がこうありたいなっていうものに近づく一つのツールでもあってなんか自分がもし一番近い他人なのだとしたら私はなんか自信ってなんか自分との信頼関係だなっていうふうに思っていてだからなんかこういう体になりたいとかこういうアクティブな自分でいたいと思った時にあの実は去年水泳やめてから 陸上してるんですね、えー、1 0 0ルを最近やり始めてすごいこの前試合にも出たんですけどんかやっぱり運動ってすごい大事だなって自分にとって必要だなと思ったから、うん、あの水泳の時とはなんかそんな世界一を目指すとかそういうモチベーションではなくて本当に自分のために自分のメンタルとフィジカルヘルスのために走ろうと思って週2回トラックに行ってるんですけど、うん、なんかそれもこう自分の中で 決めたこと自分の中で週2回ほどトラックに行こうっていうふうに決めてその自分との約束を自分がちゃんと毎週毎週守っていくことでそれって自分と信頼関係が生まれてくるんですよねなんか他人とって考えたらすごい分かりやすいんですけど「えじゃあ萌子ちゃん週2回トラック行こうな」って言って毎週毎週こうやって一緒に行ってたらそこにはやっぱ信頼関係が生まれる。<laughs> だけどじゃあ どちらかが途中でやっぱ今日はしんどいからやめとくとかっていうことが続いていくとうん、うん、そこでやっぱ信頼ってどんどん薄れていくと思うんですけどなんか自分と決めた約束っていうことを私の場合は運動っていう形で守っていくことで自分との間に信頼関係が生まれてそれが自信っていうものになっているなって感じたりしています。うん、そのの事実を積み上げてこの、うん やったという事実ですよね、うん、練習をこれだけしたとか、うん、これだけ通ってるっていう事実を積み上げてっているからこその自信ですもん、ね、そうですすももんんねねねそうここに根拠があるもん、ねうん、だからなんかそういう意味で私はそのボディメイクがあの与えてくれるマインド、うん、そういう自信を持てるようになるとか、うん、そういうマインドの変化をすごい去年からやっと分かるようになりました。うん,うん そうなんですこれ今聞いてて <laughs> あの私スポーツはその小さい時にそこまでしてなかったんですけどでも習い事すごいたくさんしてたんですよで自分との約束で信頼を得てたかもしれない確かにあのピアノも習っててピアノは何となくあのそなたが一通り弾けるようにな,なるまでやろうとかうあとはあのお習字も皇室と習字は八段をと取るまで続けようとか。 なんかね習い事たくさんしてたけどある程度ここまでってそれはプロになるじゃないですよこのバレエもやってたけどバレリーナになるっていう高い目標設定ではなくてある程度このぐらいまで自分のポテンシャルだったらいけるかもしれないそこまでは続けようでそれをずっと積み重ねてくるとさっきおっしゃってた信頼関係ですよねこれだけやったからきっとここまではできる何かでじゃあ今ピアノ弾いてみてって言われても。 あ覚えてる曲がね何個かあるしあの楽譜も読めるからちょっと弾けるもちろんピアニストなんて上を見たらたくさんいるからそんなね上手なことはないですけどそこまではできるって自分の実力と自分の自信があるここまでっていうこれはできるって、うん、それが多分スポーツでずっと積み重ねてきたことと。そそう思いますそれをやめてみてみ 初めて気づいたたこともたくさんあります、ね、やっぱり当たり前のことって普段目を向けていなかったりとか全然分かっていなかったりするんですけど去年ずっとやってた水泳っていうものを手放して初めて、うん、あ運動って自分にとってすごい大事やったんやなっていうことを気づきましたあとアスリートでいらっしゃるからその目標設定とかもすごく大事ですよね。 そうですね、あのー、書いてましたね、ノートに、ね、大きい目標、中期目標で毎日の、うん、じゃあそれをどういうふうに毎日の生活に落とし込んでいくかとか書いていっていて、うん、やっぱそれをこう一つ一つどんだけ小さなものでも達成していくことで嬉しいし自分の自信になってたなって感じます。うん、これ、あのー、アスリートの この目標設定をして逆算して積み立てていくっていうのは私たちお仕事とかでも真似できるところだと思います。うん、例えばあのオリンピックとかね、うんまあ、オリンピックだと4年だからちょっと長いね <laughs> 1年のなんかレースにしよう<い> 1>, 1年の中の何か全日本選手権に行ったとしてその1年にこの全日本選手権にベストを持っていかなきゃいけないわけじゃないですか。一番大事だとしてねそ,うですそこで 前日風邪ひくなんてももってのほかだしタイムの、あのー、一番いいところをそこに持っていくためにじゃあ1年前から逆算してって私は今何を食べたらいいかどういうトレーニングをしたらいいかとで非単位月単位で半年で経過を見てとかやってきますよねきっと、はい。やってました <laughs> <laughs> これはアスリートで明確なここのレースですっていう日があるから私たちに明確なそのお仕事でね、あのー この日ですっていうのはもしかしたらあまりないかもしれないプレゼンテーションとかこの日はあのこの仕事のプレゼンテーションの日ですとかはあると思いますけどじゃあどれが一番大事なのかっていうのはあ,のあまりそこで自分の中では計り知れないところもあると思うんですただ自分の人生と自分のお仕事の目標に考えてみると何年後にはこのぐらいの,あのお仕事量ができるようになりたい。 そのためには今すべきことはどこかな来年の1年後にはこのお仕事例えばあの今日のこの L アクティブフェスティバルのこれが来年も同じ日にあるとしてここで責任者を務めるに行けるような実力を得たいそしたら私は何が必要かなじゃあキュレーションを学んでみようちょっとサステナブルなお勉強もしてみよう多様性について学んでみよう とか始まるわけでですよねでそこで「私こういうことをなら学んできましたこうで,さあです」ってプレ,ンセプレゼンテーションも始まってこの日を迎えるでこれってあのアスリートの Tips ですけど私たちの人生とかお仕事にも置き換えられることなのでそういうところはこのアスリートのマインド体を使って。でか 頭を思考を養ってっていうところから学べるところかなと、すごく思います。あ、うん、本当そうですね。いや、ありがとうございます。<laughs> <laughs> 次の,あのテーマは萌子さんにお答えいただく質問だと思うんですけど、えー、ご妊娠されてそれによる気持ちの変化があれば教えていただきたいんですけれども、えー、現在第1子妊娠中の萌子さんですが、えー、妊娠をきっかけに気持ちの変化とか自分のマインドで変わったなって感じることはありますか変わったたことはないいでですかねでも新しい発見がたくさんある うん変わらないんだけどその発見の仕方っていうのは基本的にあの自分の体と心と向き合っているので、うん、あこういうふうに変わってくるんだ自分の体ってとか、うん、あこういう時に気持ちってこうなるんだなっていう日々の変化をちゃんと、うん、ちゃんと見てる。でそれプラスあの自分じゃない生命がおなかの中にいるわけで。 私の意ででで何かができないんですよ今お腹の中の子を動かそうとしても動かせないけど今静かにしてての時勝手に動いちゃうでしょってなるとあ自分でコントロールできないものがこの体の中にいるで私は一人の体を二つの命でシェアしているんだって思うとまあ大前提自分を大切にしてきたからこそなんですけどこの体をこのもう一人の 私よりも未熟な自分で何かを、あのー、発言したりだとか自分で選択ができないですよね今は私がすることがすべてこの子に影響するのでその子のためにすべてを、あのー、優先して何かを行いたいっていうふうには考えますね。ななるほどど私にはまだわからないんですけど <laughs>、あのー いつか自分が同じ立場になった時にすごい思い出すだろうなって思ったりしてました。うん、面白いよ <laughs>、ね。そうですよね。でも今まできっとその自分の心もそうですし、体とずっとこう対話を重ねてきたからこそ、うん、今のそういう小さな変化にも気づいてこう対応ができる。うん、なんかきっとご自身をこう理解しておられるからこそ。 何かうーん揺らぎであったりとか変化っていうものが起きたとしてもそれにじゃあどういうふうに対応していけば自分の心地よさに戻っていけるのかっていうことを、うん、きっと今まで知らず知らずのうちになんか準備されてたんだろうなって今話を聞いてて思いました。そうで子ね。うん、その,子供のために準備っていう意識ではなかったかもですけど、うんうん、やっぱりさ一番最初に戻れば自分にずっとインタビューしてたっていうことですよね。だから 誰よりも私のことを知ってるのは私だっていう自信がある、うんね、体についてもそうじゃないですか<や>誰よりも自分の今のコンディションと分かってて、うんうん、いや本当にそうですだからこそですよ、うん、皆さんだから自分のプロフェッショニにならなきゃいけない、うん、自分が一番お医者さんが言ったから私こうなんだとかあの人にこうやって言われたから私こうなんだトレーナーさんがとか人に任せずに自分が自分のプロフェッショナル にならなならくちゃいけないいけと私は思いますうん、うん、なんかやっぱりそこをあの他の人の意見に任せてしまうことって多いなっていうふうに思うんですけど、うん、でもなんか改めて今日何度も何度も出てきてると思うんですけどやっぱり自分を一番理解できるのは自分だし自分を一番知っているのは自分なはず、うん、なのでなんか今日のなんかすごいキーワードは「自分は自分の 一番近くにいいるる他人であるっていうのはなんかすごいいろんなことが腑に落ちて理解するのになんかいいキーワードだなって思っててなんかみんな選手をしていたらすごい向き合う機会が多くていろんなことを考えさせられたんですけど自分は何時から何時間寝たら調子がいいのかとか、うん、じゃあ練習でタイムが悪い時にどういう言葉を自分は あのかけてもらうとあの機嫌が治るのかとか何かそういうのって一個一個観察していくと見えてくるなと思っててでなんか大体のそういう必要なものって結構自分で自分にしてあげられるなっていうふうに思うんですね。うん、なんか 自分が落ち込んでるときにこういう言葉をかけてもらいたいって思ったとしたら、それはきっと自分で自分に声をかけてあげられるし、だから自分を理解すればするほど自分で自分を満たすっていうこともきっとできるんだろうなって思ってます。まさにですね。はい、そうです、ね。確かに <laughs> 自分で自分を満たしてあげるうん。なんか今日はいろんなヒントがあったなって思うんですけど、もう最後のトークテーマなんです。 最後は、えー、オンオフの切り替え方ということで、はいえー、妊娠中の今も、えー、お仕事でもご活躍なされていますがオンオフの切り替え方のコツなどあれば教えていただけますかオンオフねないんですよ <laughs> ずっとオンだしずっとオフだしみたいな <laughs> ずっとこのままなので <laughs> <laughs> 一緒です私も、うん。そうですねだから <laughs> なんでしょう、ね、そのこれもオンオフは絶対に作らなきゃいけないわけでもないですしオンオフがある方がいいない方がいいっていうわけでもなくて人それぞれある方がしっくりくる人もいるしない方がうまくいく人もいるので自分がどういうタイプなのかなっていうのを見極めるってことですよね。 確かかにそう思いますなんかやっぱりオンオフってね、うん、今言ってくださったみたいに分けた方がなんかオンで頑張れてオフで休めるっていう人もいれば、うん、なんか私とかの場合は結構ずっと自分に正直でいたいなって思っているタイプでなので多分。あの カメラが回っていても回ってなくても同じことを言うと思うし、うん、なんか人が見ていても見ていなくてもなんか同じことをきっとするだろうなっていうふうに思っていて、うん、でもただただそれは自分が心地いいからやっているっていうのをなんか、うんうん、私はすごい感じてます。同、うん、同じ感じじ感でですすかかだと思いいまな <laughs> <う>なんんもそそれはいろんな経験を通してそこに たたどり着きましたかそれとももともとオンオフとか関係ないタイプでした多分ね関係関係ないというかそのなかった、えー、でもないんだなって気づいたのはやっぱり20代後半とかでしたねじゃないとあじゃないとというかなんだろううーん嘘つけないんですよ <laughs> うんなんかそんな感じ <laughs> <laughs> それがもう嫌なの そそれがスストレスにななっちゃうんうんんでですすよよ、うん、この人に何かを聞かれて例えばオンオフでスイッチングできたらよくねテレビとかで「あれはテレビだから」とか「これがこうだから」とか言うじゃないですか。そこすらもなんか嘘ついてる感じですごく嫌なんですよ。だからそれが自分のストレスになってしまうなっていうのを。 20代の時に分かって<ー>じゃあもうずっとオンだしずっとオフだし、うん、このままですっていう方うが楽って思いましたねでもそれもずっと自分をこう観察していたからこそたどり着けた心地いいやり方なんですよねそうですね、うん、それがうまくきりっとこうあの女優さんのようにね役作りでここはでオフだとっていう方もそれが楽な方もいらっしゃると思うし本当に人それぞれ。 人の数だけ答えがいるテーマなのかなともオン・オフで言えば、あのー、お洋服着る時って常にこう皆さん,なんだろう外側で見えるものですよねだけど見えないもので言ったら私は下着なのかなと思ってこのオン・オフってなんだろうなって考えた時にあ下着って このオンの時もオフの時もずっと身につけてるものですし、自分の一番近くにあるものだなっていうふうにこのテーマを考えた時に思ったんですよ。で、ちょっと下着の話していい？はい、聞きたいです。<laughs> 皆さん、下着って何種類持ってますか？何種類ってあの色違いとかこの形違いとかじゃなくてサイズ？あんまり サイズにこだわったことなくないですかサイズをバリエーション豊かにってでも考えてみて私たち太った痩せたとか言うじゃないですかよくそれって体変わってますよねだけど同じ下着をつけてると窮屈ですよね痩せた時に大きいの着てたら動きづらくて仕方がないしちょっとこうふくよかになった時に小さいのをつけてるともう。 ここがが締め付けられちゃっって、て呼吸が困難になってくると思うんですよ。私特にあの今お腹に命があるのでやっぱりこう大きくなってくるそうした時にも今までの下着が着られないわけですよね。で特に女性とかはねあの人生の中でもう何回もこの下着のサイズが変わっていくと思うんですよ。それを一種類だけ一サイズだけっていうふうにストックしてるっていうのは日々の自分に対してすごくストイックだなと もうちょっとこの一番身近に近づけるあの身につけるものだからそこだけは自分に寄り添ってあげてもいいのかなというふうに思っていてもちろんお洋服ってあ,あちょっとこれきつくなってきたなとかねあちょっとウエストきついから少しあの日々のお食事を抑えようかしらどうしようかしらっていうことはあると思うんですけどそれはあくまでも自分をあの理想のスタイルだとかこういうふうでいたいっていうだけのものですよね。 それをね下着にまでするともう行きづらくて大変 <laughs> ちょっと服用感になった時にいやでもこのサイズでって言って小さいものつけてると本当に呼吸苦しいですよね、うん、ちっちゃいね <laughs> あのトレーニングウェアとかつけて,ても苦しくて動けないでしょし <laughs> ありますありますなんか筋肥大してくるとどんどんアンダーウェア変えていかないと筋肉に合わないみたいなのありますね だから一番身近にこう寄り添ってるものだからこそそこだけは自分に優しくなんかストイックにならずにちゃんとあの自分の体に寄り添ってあげてほしいものだなってこれがオンオフなのかなって常にオンでありオフでありっていう自分の体をいたわるものなのかなと思いました。 ことなのかなとかなんか今ちょっと聞きながら思っていてなんか恩が人に見せる顔でオフがそうじゃないっていう風な分け方をする人もいると思うんですよね、うん、なんかそうだとすればオフはちゃんと自分を理解してちゃんとじゃあそこにどう寄り添うかを知っていれば常にこう帰ってくる場所がある恩、うん、でどれだけ頑張ったとしてもあのちゃんとこう帰ってくる場所が ありさえすればなんか大丈夫なのかなってなんか今ちょっと聞きながら思ってました、うん、ベースは心地いいいっていう <laughs>、うん、その一番下にまとってるこの部分のところは常に心地よくて、うん、自分が安心するもの自分の体をこう柔軟に動かしてくれるし心にも寄り添ってくれるもの。そこからよしじゃあここかかららよしじゃあ 一つチャレンジだっってなった時に上にこれはオンかもしれないしもしかしたらこれもオフのうちだよっていう人もいるかもしれないけどベースの内側はいつも心地よく自分に寄り添ってあげるっていうことが大事なのかなと思います。ありがとうございまますなんか今まで あのお話を聞いてきてもうあっという間に今のが最後のテーマでもうすぐ Q&A に移るんですけれどもああのまだこれから皆さんから出てくる質問とかにあの答えながらあのもうちょっとセッションは続くんですけれども、はい、一旦ここまでありがとうございました。<laughs> <laughs> 久田さん一ノ瀬さんありがとうございました素敵なお話聞くことができましたなんだか本当にポジティブな心を手に入れられたような気がしますえさてここからは質疑応答のお時間とさせていただきますせっかくの機会ですから皆さんどうぞご質問がある方挙手にてお知らせくださいその際どちらの方宛の質問かもお答えいただきました幸いですいらっしゃいますでしょうかどうでしょう皆さんいきなりだと あ、いらっしゃいましたね。では、えっと後ろから2列目になりますかね。黒いお洋服の方、マイクを運びいたします。お願いいたします。あ、本日はお話ありがとうございました。えっともえさんにあの質問させていただきたいんですけども、はい、あの自分にインタビューをするっていうところで、あのまあ、自分自身、自分軸で考えることはできると思うんですけども、例えばすごく身近な。 家族だったり、まあ、ちょっと私の場合あの今ちょっと直面しているところが自分の母親のところでやっぱりこう母親も他人なんですけどやっぱりすごい自分に近いところででもコントロールできないじゃないですかその他人のことはコントロールできないけれどもでも間違った方向に行ってるなってうふうに思って、まあ、お話しするんですけど、まあ、うまくいかなかったりとか。 まあそういう時にあに萌子さんはそういう身近な人に対してどういうふうにこうう関わっていくっていうかこう、まあ、コントロール感にないので正しい方向は自分はこう思うんだけどっていうのはあるんですけどそれが伝わらないときとかどういうふうな解釈をされるのかなとかその辺をちょっと教えていただきたいです。はい、これはですねあの私の 経験というか私が今していることはただ認めて受け入れるだけですねあの。パートナーともずっと一緒にいるので親よりもこう新しく知る人であのまさにおっしゃっていたコントロール下には絶対にいないじゃないですか彼もあの人生それなりに自分で生きてきているので,で違う意見ももちろんたくさんある。親であっても あそういうふうに考えるんだって一つの議題を出した時に考え方が絶対違うわけですよねそうした時にあこの人はこうやって考えるんだなるほどってただ認めて受け入れるだけでそこに正正解解と不正解ってていいいううのはあままり考えないようにしています私はこう思ったっていう意見は伝える私はこの議題に対してこういう意見を持っています あなたはこういういい意見を持っているのねって分かりましただけでそこを歩み寄ろうとかあの離れていこうとかではなく違う意見だねっていうことでおしまいにしていてそこで相手が何かヘルプを出してきた時とかあのなんだろう一緒に取り組んでいることというか、まあ、ヘルプですよねヘルプを出してきた時にはもう少し寄り添って。 行こうとはするんですけどただ相手が何も求めていないのであればそれを受け入れてしたいことをサポートするのみかなと私は今思っていますこれねあの、うん、あごめんなさいもうちょっといいですか私あの自分の母にびっくりしたことがあってあの子供ができてから一番最初のお医者さんがかかったときにあの ダメなものがすすごい多かったんですよねカフェインは絶対ダメもちろんお酒タバコはダメですしあの生ものは全てでダメ厳密に言えば生野菜もダメ <laughs> みたいな感じで「え!」ってびっくりででもいろんなあの助産師さんとかいろんな先生とこうお話ししたりいろいろ自分でも論文読んだりとか調べていってカフェインは通常の半分までは大丈夫だったりこう。 生ものといってもね人それぞれ体調の変化があって例えばじゃあお刺身あの体が弱い人風邪ひきそうな時に生もの食べますか生魚食べますかって言ったら食べないじゃないですかそれで妊娠しててもしてなくても絶対することでであの私は体が強いからある程度大丈夫とかそのやっぱりその人それぞれのものがあるわけですよね。私は一番最初その全部食べない 全部取らないやっぱり先生に言われたことだから最初はそうなのかなと思って実践してたんですけどその時に親に会った時に何にも言わなかったんですよお家に実家に帰ってもお茶飲まないしコーヒーももちろん飲まないしお水とあと食べ物もあの茹でたお野菜とあと ですっごい何だろうう料理ののようなものであみんなは食べてねって私自分で選ぶからって言って母親にそうやって言ったら母は「あそう?」って言って何にも言わなかったんですよでも母って私を育ててるわけじゃないですか自分の時はこうだったよとかそれに対して「いいよそれは素晴らしいよ」も言わないし「大丈夫よ」も言わなかったんですよただいろいろ調べてってある日私が「あの私が。 あの北海道にちょっとお仕事で行くって言った時に「あそこってイカが美味しいよね」って母が言って「あっ子ちゃんそこはイカが美味しいあ違う萌子ちゃんお刺身食べないんだったね」って言われた時に「あ違うあのママあのねこうこうこうでこうでね」ってあの「ちょっとぐらい大丈夫なんだって」って「私間違ってたみたい」って「でも自分の体調でするからね」って言ったら「そうよね」って「ママだってすっごい食べてたもんお刺身」とか言って。 お茶も飲んでたよ。好きだもんとか言って。でも先生。私の時そう言わなかったけど。でもあの時代が違うし、そういう風にあるのかなと思って。でも一番自分で考えてることだからと思ってって言ってたんですよ。その母の発言に私すごくハッとして自分が経験したことであっても相手に押し付けない。私の時こうだったよう何も何1つ言わなかったんですよね。そこであ。 相手のすること、相手が選択したことをただ認めて受け入れるっていうのはこういうことなんだなっていうのを改めてこう母と会話してこういう人でありたいなと私は学びました <laughs>。何か答えになってますでしょうか。大丈夫ですか。ありがとうございます。あのヒントをいただけました。あの私もあの三歳になるあさもうすぐ三四ヶ月の息子がいるのでちょっと同級生でちょっと親近感を。 あの、子供がいるのでちょっと嬉しいなと思います。これからも応援してます。ありがとうございま,ざいましたありがとうございました。それでは他の方はいかがでしょうか？九州にあ、それでは、えー、後ろから3列目でしょうか？お願いいたします。ありがとうございます。えっ、ー、と今日楽しい話勇気づけられる話ありがとうございます。とても勉強になりました。 なんか自分も常にあのすごくポジティブで何事もあのすごくポジティブに捉える人なんですけれどもあのたまにこうインスタグラムを開くとみんな筋トレしたりみんな何かすごい目標に向かって頑張ろうとすると,と見ると。 自分がなんか他人と比べてしまって落ち込んでしまう時は結構ありますその時は本当に何もしたくなくてもずっとこのお菓子萌子さんがおっしゃったお菓子を <laughs> もう本当に12個もすべて食べることもあるんですけれどもその時でもしあのよろしかったらお二人からこの何かヒントをいただけるとありがたいです、はい、お二人からということでしたのででは一ノ瀬様からお願いします はーい質問ありがとうございますとってもチャーミングな質問ででもなんかみんなが共感できる質問だなとも思いましたでもなんかその SNS ってみんないいことだけ載せてると思うんですよね <laughs> 自分が ジム行くのサボったこととか自分がなんかお菓子ワンパック食べちゃったこととかそういうなんか後ろめたいなと思ってることって誰も,誰も多分わざわざ SNS に載せてなくてみんな本当にいいことがあった時とかなんかこう自信を持って人に伝えられることがあった時に載せてるプラットフォームだっていうことを常に覚えておかなきゃいけないなって私もすごい個人的に 思っていますなんか人の人生って本当に多面的でなんかう 一つのこうまあ、私はずっと水泳をしてたので水泳の成績だけで測ることもできないしその人にパートナーがいるかどうかとかどんなお家に住んでるかとか何か本当にそういう一つの面だけで測ることができないみんないろんな面を持っていてそ,のそれぞれいろんなフェーズにいるそれぞれの面がそれぞれのフェーズにいるっていうことをなんか覚えておけるとそれかなんかちょっと。 人と比べちゃって落ち込んだ時だけにでも思い出せるとすごいいいのかなっていうふうに思っていますありがとうございます福田様いかがでしょう,うそうですね確かにみんないいことしか乗せないって笑っちゃったけどそうですねそのまさにそれにアスレートですからやっぱり比べられるじゃないですかもう比べられるの極みですよねそうです一 <laughs> 位です 2位ですって比べられるんだもん。常に、うん、その中でじゃああの人はどれぐらいトレーニングしてるだろう？とか、今調子どうなんだろう？とかコンディションはどうなんだろう？って考え出しちゃったらもう仕方ないですもんね。仕方ないんですね。だから常にやっぱり自分に戻ってくること。うん、今日のお話で何回も出てきたけど。 もう人と比べるのは限界があるみんなそれぞれスタート地点が違う生まれ持った体も違うし生まれ持った環境であったり家族も国も全部違う中で今の自分がいる地点が他人と比べてどうかで比べるのが やっぱちょっと違うかなって思っててそれよりも前の自分と比べてどうだったかっていうことでしか測れないのかなっていうふうには思ったりしますね、うん、私もこれが答えだと思いますあの常にあの昔から言ってる言葉なんですけど比べるのは昨日の自分ライバルは昨日の自分であって誰かに対してこうその人と比べてどうこうっていうことは まあね、あの気持ちが落ち込んでるとしちゃう時もあるかもしれないんですけどそれは無駄だなっていうことをどこかで分かっていれば浅い傷でで終わるはずなんですよ <laughs> それがちゃんと根本で分かっていないとはあって比べちゃって苦しくなってくるけどいいんですよその人ってなんか比べちゃうものだからあの人よりどうだったとか今こういう状況で私はちょっとって思って比べてもいいけど根本的には。 それって無駄なことだなっていうことをしっかり分かっておくと大丈夫で比べるのは昨日の自分昨日よりもベターな自分で明日は今日よりももうちょっとだけ良くなろうそれは何でもいいしそのお菓子12個食べちゃうって言ったらじゃあ11個と半かけにしとこうとかほんとちょっとしたことでもいいんですけどそうやってあの昨日の自分と比べていくといいのかなと思います。 いかがでしょうかありがとうございましたとても勉強になりましたありがとうございましたさてそれではまだまだ皆さんきっとご質問内容あるかと思いますが、えー、お時間の関係で以上をもちまして質疑応答の時間終了とさせていただきますありがとうございましたそれでは最後に PR の坂田修子よりブランドメッセージについてご説明をいただきましょうそれでは坂田さんどうぞご登壇ください トリンプの PR の PR 坂田と申します皆様本日は「イッツパーソナルきれい事より私事自分軸で生きる福田萌子のポジティブマインドの作り方」にご参加くださいまして本当にありがとうございますそして萌え子さんと伊豆の瀬さんとても素敵なトークを私もワクワクしながら拝聴しておりましたありがとうございますではここで私たちトリンプの動画を少しご覧いただきたいと思います The people I love seem in different ways. I'm free to flex. It's personal. ありがとうございます。えー、この動画の中でも私の印象は一つではないというメッセージがありました。あの女性ってあの様々な側面を持ち合わせていると思います。お外に出る時にこうよそ行きの姿である。自分であったりとか、お家でいる時のちょっと人から見られたくないような自分であったりとか様々な姿があると思うんです。けれども、私たちトリンプはどんな姿の女性もサポートしたいというふうに思っています。 であの今日お二人はすごくあのポジティブなあのポジティブマインドの作り方というお話をしてくださったんですけれどもあの途中で挙手であのポジティブかネガティブかのお話もありましたように日本人の女性ってちょっとあの奥ゆかしいので残念ながらそれって自己肯定すするののが少し苦手なのかなかとと思うこともありますただやはり私から拝見しましてこちらのお二人すごく自己肯定をされることがお上手でいらっしゃってだからこそすごくキラキラ輝いて いいるなと思っててまして今日のこのセミナーを通じて「私たちトリンプ」というブランドはこうやって自己肯定をしてポジティブなマインドを持つことでお二人のようにすごくキラキラと輝いて楽しい毎日を過ごせるようになるんじゃないかなというのを皆さんに感じていただきたいなと思いました。 あと、えっ、ー、とお話の中で、萌子さんからもブラジャー。えっ、ー、と、ランジェリーというのは、えっ、ー、と、お胸の一番近いところにある存在だというお話をいただきましたけれども、本当にまさにその通りで、嬉しいことを言っていただいたなと思っております。えっ、ー、と、私たちとリンプは、あの、ご存知いただいていると嬉しいんですけれども、ランジェリーをえっ、ー、と展開しているブランドです。で、先ほど見ていただいた動画の中でも、フレックススマートという商品をモデルが着用していたんですけれども、例えばそのブラジャーですと。えーと ボーディストレッチといってすごく伸びる素材でノンワイヤーのブラなんですけれどもお体にこうランジェリーがついてくるようなそういった商品だったりして私たちは日々工夫を重ねながらお胸 ブラジャーーから皆さん女性ををサポートするとといいうことをしてまいりました今回の、えー、とこの「イッツ・パーソナル」のセミナーを通じまして私たちはブラジャーというお胸に一番近い存在でありそして心ハートに一番近い存在でもあると思っていてそういったところから皆さんをサポートする応援するメッセージをお届けできればいいなと思っております。 長くなりましたが私からのお話は以上とさせていただきまして、改めて本日素敵なトークをしていただきました福田萌子さんと一ノ瀬さんにお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。坂田さんありがとうございました。それではどうぞご登壇ください。 以上をもちまして、It's Personal 綺麗事より私事、自分軸で生きる福田萌子のポジティブマインドの作り方を終了とさせていただきます。お二人にどうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。